ちは、ゆこです、はい、こんにちは、はい、リンゴロフアパレル作ってるじゃないですか。作ってますね。なんとアルチビオ知ってます？いや、もちろんですよ。可愛らしい、うん、女の子っぽい、こう持ってます？持ってますよ。プリーツのスカートとかすごい大好きです。それでリンゴロフと一緒に作ろうっていうのができるようになったので、はい、その担当に、はい、ゆこぱいせん、はい、お願いします。はい、こんにちは。今日はどうもよろしくお願いします。いらっしゃいませ、はい、なんかアルチ病感全くないですいや、僕は別にアルチ病感ないと思います。佐藤さんはもうずっとアルチ病生まれてから、うん、ずっと担当してきた方ですよね。生まれてから、はい、アルチ病が生まれてからって、ちょうど来年で10年になりますので、はい、創立当時から、はい、担当しております。はい、ちょっと今日雰囲気になりますけど、そうですね、ワイルド系ですね。全然アルチ病感ないですよろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはですね、カタログとか、そう、ちょっとそこ見ていきましょうか、うん、まあ、カタログじゃ中心に、はいはい、結構赤いイメージがあります。うん、そう、今年の春夏で、今から、作成していこうとするものの前のシーズンのものですね、はい、で前景はこういう感じで、ま、メンズもあるんですけども、うん、レディースメインでやっております、はい、でベースは、ま、いろんな色、カラフルな色を使ってますけども、うん、ベースはトラッドで、構成しているので、うん、そんなに、ま、色が派手で、着づらいっていうよりも、ま、組み合わせて着やすいようにはしてあります、うんうん、コーディネートとしてはこういう、爽やかなイメージのものから、うん、結構珍しい感じですね。そうですね、ここはどっちかというとアスリート的な、うんうん、いいイメージのものですね、うん、好きなんですね。好きですね、はい、特徴的なのはこういう襟元に、こういうアルチ病の A マークが細かく入っていたりであるとか、うん、まあ、今回この春夏のちょっと打ち出しなんですけども、うん、こういうカタカナのトップス、うんうん、生き返りに着るもの、うん、これなんかはもうジャケットを脱いですぐプレイできるようなイメージのものですね、はい、ネオンカラー、形がちょっと特徴です、ね、そうですね、蛍光色を使ったコーディネート、うんうん、でこれもあとはまあかわいい上下セットの、ゆこちゃん結構こっち系も好きなんだね。かわいい。普段は絶対普段着では着れないじゃないですか、うんうん、そう、だからゴルフ場だったらグリーン上にすごい映えるんで、うん、かわいいな。だからもう女の子は多分その日によって今日はこういうの、今日はこういうの、多分イメージ変えたいんで、かわいい系もあればスポーティー系も多分両方欲しいんじゃないかな。そのロゴの種類多いですよね。めっちゃある、うん、そうですね、まあ、あとこの辺は新しめの、うん、モチーフなので、うん、これまたこっちとは違うイメージの、うんうん、あとこういう大きめのモチーフであったり、うん、立体的に、これはエナメルなんですけども立体的に重ねて、うん、TikTok っぽいですね。なんか TikTok っぽいですまあこういうちょっと肝感のあるこの辺は冬にはすごくいいんですよね。こういうちょっと、いや、すごいふわふわしてる、フェイクファーみたいな、想像以上にふわふわでしたね。その周りをスパンコールで固めた、おすごい、これ復活する時とかあるんですか？たまに思い出した時にデザイナーさんが気分で、はい、使われることがあります。デザイナーさんが、はい、もうそれくっくりしてあくまで気分で、はい、復活したり、はい、新しく生まれたり、そうですね、顔ついちゃってますよね。そうですそうです。顔につけたり、顔があると、顔がある時代と顔がない時代と、いろいろありますね。はいはい、歴史が、はい。で、今回作るものは、うん、トップス2つ、はいはい、ソックス2つ、うん、別にラップじゃないです。はい。はい、で、リンゴルフって、まあ、普通の値段で作ってると思うんですけど、それよりもちょっと高めで、もう完全に女の子向けのものを作ってください。はいはいはい。なんですけれども、アルチビオさんはちょっとお高めなんですよ。そうですよね。でめちゃくちゃ可愛いんですよ。可愛いです。だから、うん、リンゴルフがちょっと高めで可愛い、うんうん、アルチビオさんは可愛い、うん、僕から見るとですよ、うん、可愛すぎるので、うん、可愛いの入り口みたいな、うん、やっぱりリンゴルフとアルチビオってロゴがちょっと特殊だと思うので、うん、そこはもう好きにやってくださいと、うん、うまく掛け合わせて、そう、はい、それをやれば可愛らしさが出るんじゃないのかなっていうところでやっていこうと思っています。はい、楽しみ。今回コラボレーションするにあたって、モチーフが一番大事になると思いますので、
デザイナーさんの方から、うん、アルチビューのモチーフとリンゴルフさんのモチーフを、組み合わせて、うん、こういうのはどうかというので、何種類か作ってきてくれました。でその中の、代表的な4つが、うん、これなんですけども、うん、かわいい。石井さん的にはどの辺が一番、最初はもうファーストインプレッションでもこれです、うん、これまあここのリンゴルフはなくていいのかな、まあ、まあもの、うんまあ、これのマークはすごいコラボ感があって どっちのやつもこう入ってるっていうのがすごいパッと見てわかるなって、うん、これすごい、これちょっと気になる、これなんすか、これは裏紙を使ってるんで、これなんですか、これ違うブランド あのモチーフの、あーそ そうなんですよ、いや面白い、今何からこればっかり見てるから何やろうと思ったんですけど、エコですね、うちのアルチビオとは違う、はい、ピッコネクラブっていうブランドのモチーフのあー、ね、コピーなんで、ここから生まれたんですよね、でもアルチビオ、もともとはそうなんですよ、このかぶってる帽子が、はい、A の中の、ああそうなんだ、すごい入ってるんで、すごい、そう、そうだったんだ、それはちょっと知る人ぞ知るという、なんと、まあ、ということで、今の段階ではじゃあモチーフはこれで、この方向でいきたいな、そうそう、デザイン的に、半袖、まあ、春夏なので、はい、半袖の、プルオーバーが必要だということで、うんうんうん、これもデザイナーさんに、うん、何種類か書いてきてもらいました、うん、アルチビオさんは手書きなんです、素晴らしい、あの全て手書きでやっております、うん、すごい、やっぱこの辺のやっぱ襟元が可愛いですよね、うん、こう、はい、ポロ型じゃなくてこのままかぶれる、はい、こっちの方がこうスポーティーさもあるんですけどやっぱ押さえ感が出るんで、このポロ単体よりも、うん、こういう女の子っぽいね、そうですね、うんうん、かわいいです、これはちょっと配色になってますけども、普通のハイネックというよりもボルト襟が出てくるので、うんうんうん、あまりそのスポーツ感がなく、うん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 、可愛らしさのあるハイネックです、うん、はい、でまあ、こうやって立てていただくと日よけにもなりますし、いいですね、焼けない、うん、焼けないんで二刀流ですね、そうです、二刀流です、つはい、倒すとこう襟が出てくるという、はいはい、襟はこのタイプで基本進めていきましょうか、うん、はい、